どうもミスアドラです。ということで今回はですね、12球団オーダーでリアタイやってみたやっていきたいと思います。今回はですね、リアタイやっていくんですけれども、はい、オーダーがこちらになりますね。前回からねほとんど変わってないじゃないかと言われるかもしれませんけれども、ね、大きく変わったのはね吉田正尚さんでございます。ね、前回のガチャでね吉田正尚さんをねゲットすることができて、2021年シリーズ1ということでね、限界突破3ではありながらねスピリッツ3591まで行くんですよ。これねマジでやっぱ強いなと思ってます。やっぱシリ1、シリ2、完全移行してからねやっぱかなりスピリッツ上がるんでね、全然使えますよね極みじゃなくても。でその他ね他の選手も全然極みじゃなくても使っておりますということですね。でピッチャー陣なんですけれども、ちょっとね、こんな感じでございます。荒垣さんをね、新たに、先発ローテに入れて、山本由伸さんもね、新たにね、2020年シリーズ2のやつをゲットできてるんで、追加していますということですね。で、千賀さんはこれ写真変更してるんですけれども、通信無視のタイピンありのいっちゃん強い千賀さんですね。はい。他はですね、まだスタミナ減ってるんであれですけれども、他にも、浅尾さんや岡田さん、松井裕樹さんなどね使っておりますということですね。はい、ちょっと今スタミナ減ってるんでこんな感じにしていますけれども、こんな感じでね、リアタイやっていきたいと思います。それでね今ランク戦やってるんですけれども、この4敗のうちの2敗はねアプリ落ちしました。すいません、アプリ落ちしたんですけれども、あとの2敗はねもうマジでモサしか来ないんで、モサマッチング極みプラスなんですよ。今の現環境ね、マジでモサマッチング極みプラスなんで、その環境でね、どんだけね、打ち勝てるかという感じでね、12球団オーダーでね、早速リアタイやっていきたいと思います。さあ、ではやっていきましょう。相手ね、4割8分ぐらいでしたね。もはやね、今の環境やったら4割8分でも低いと感じるぐらいでございます。本当に。じゃあやっていきましょう。先行ですね。で最近気づいたんですけどね、僕、丸さんがいっちゃん打ちやすいかもしれん。めちゃくちゃ打ちやすいんよ。これガチで。さあ行きましょう。落ちて。OK、ナイスバディー。2番バッターは相変わらずね、右バッターでございます。ファーストライナーゲッツをなくすためですね。さあ、しっかりと捉えていく。ターキーレッグ。マジで強し。からのね、本日の主役、正隆さんでございます。いやマジで正隆さんめちゃくちゃ強いからね、ホームラン打ちたい。えぐしえぐしえぐすぎる。いやマジ12球団オーダー使って分かるんですけどね、やっぱアーティストは正義やなと思いますよね。さあ落合さん、オッケー、ナイスバッティング。ちょっと角度上がらんかったね、今。さあ、次、中村のりさんか。あ、福留さんっすね。さあ、ここはドメスティックかましたいね、ドメスティック。さあ、このインコースギリギリのボール球をしっかりと見送っていく。からの通信も捉えていく、ナイスバッティング。さあ、次は中村のりさんかな。来ましたね。いやー、スピ勝ちしてるのはでかい。これ、えぐす。えぐい。もうこんだけところに出てて打たんかったらもうノリさんに謝らなあかん、もはや。さあノースリーですね。プロノースリーはホームなんですよ。いきますよ。うわーミスった、ごめんノリさん。うん、俺が悪い、あれは。さあ殿崎修宇歌いきましょう。さあしっかりとタイピン出ていく、フォークを捉えていく、ナイスバッティング。これノーアウト強制いけるんじゃね。うん、次ホームランでノーアウト強制ですね。で動画内でノーアウト強制をかましていきたい。さあ捉えていく、 OK 超えていく。ノーアウト強制の夢まだいけるよ。これいけるんじゃね。やっぱ12球団オーダーの方が強いんか。さあ代打柳田いきましょう。うん、これはチートマジで、まあ、限界突破してないけど勝てるからね、このステンの高さで。さあ行きましょう。タイピン出てますよ、しっかりと意識して。逆方向にこう、えぐい、えぐい。これちょっとやばくね。えげつない試合をしてしまいましたね。はい、こんな感じでね、圧巻の打者一巡全員カットバシホームランでございます。まあカットバシホームランって、まあホームランではないんですけれども、これはナイスバーディーですね。ナイスバーディーですね。もう一試合やっていきましょうか。さ
さあ2試合目もやっていきましょう。2試合目も先行できたんでね、これでノーアウト強制かましたらもはや天下統一極みプラスですね、うん、やっていきましょう。でね、今回はね、あと僕言ったんですけど、2021年シリーズはね、少し12球団オーダーに力を入れようと考えております。はい、まあ、なんでかっていうとね、もう中日人生で日本一になっちゃったんで、リアタイに関しては。なんでちょっと12球団でね、全国に強さを見せつけていきたい。さあ、ナイスバッティン。丸さん、マジで打ちやすいな。うん。絶対勝つぞ。おおおおおおおうまい。やられた。さあ、来た。正隆さん。これがホームランだったら、正隆さんは神という動画の証明にもなる。うわー、やっぱ打ちやすい。正隆さん、えぐい。ナイスバッティン。ミスった。やられた。ちょ待って、まだ1点しか取ってないからやばいな、ちょっと。さあ、ドミさん頼む。このスラブが結構曲がるんよな。さあ、ドメスティックバイオレンス。あ、ノリさん、ボール球。さあ、パッパッと押さえていきましょう。さあ、京都さん、ナイス。さあ、ナイス。いや、ちょっと今回ね、撮影の時たまたま相手の方は猛者じゃなかったっすね、どっちとも。いや、まあ嬉しかったといえば嬉しかったんですけど、まあ、動画の展開的にはね、猛者が来るのを予想しとったんで、まあ複雑な心境ではあります。はい、ナイスボー。頼む、ホームランってくれ。はい、ギーダしか勝たん。うん、えぐいね、この人。やっぱこういうの見るとね、12球団オーダーの人チートやなって思いますね。もう普段純粋でずっとラグランク戦してる右からすると、うん、めちゃくちゃ強いね。こんなん相手の打線エグいやん。もうほらギータゲーやんこれ、うん、ギータゲーですね。さあ正隆来ました。怖っ。オッケーオッケーオッケー、ワンアウト。さすがに振らんね。ここはインドのビタビタでジャスティン・ルッキングをかましたいけれども、ナイスバッティングされていくが、丸さんのナイス守備と。さあ、ツーアウトですね。最後はね、中途半端なところのツーシームでね、打ち取って終わりたいと思います。さあ、オッケーですね。ということでね、無事ね、2試合して勝つことができました。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。今回の動画で分かったことはね、一つでございます。ギータゲーです。ありがとうございました。